おはようございます。今平田駅から移動してきました。ここは JR 東日本松本駅です。今日は8月の、19日で合ってるかな、月曜日。これから北アルプス方面、鳩山黒部アルペンルートを越えて、富山まで向かいます。平田駅のネットカフェね、私と同じことを目論んだ登山客がいっぱいいましたよ。まあ、私は登山はしませんが、今日は公共交通機関で標高2000メートルを超える旅です。今日 JR に乗る区間はほんのわずかです。これから信濃大町駅まで大糸線で移動しますが、およそ1時間の距離、運賃はだいたい700円ぐらいです。それから先さらに乗り換えてバスで扇沢、さらに乗り換え電気バスで、黒部ダム、乗り換えて黒部平、ケーブルカーとロープウェイを乗り継いで大観望、そこから、トロリーバスに乗って室戸、さらに立山高原バスで、立山なんだっけもう忘れちゃった、あのいろいろあるんですけど、そこからさらにケーブルカーを乗り継いだり電車を乗り継いだりして、相当のお金をかけて富山まで向かいます。高い山を越えますんでお金がかかるのも当たり前ですが、1万円超というかなりの高額です。まあ、そのため、昨日の夜にですね、これは伸びるだろうと思われる動画を投稿しておきました。あのカバンの中身を紹介する動画とっておきだったんですけどね、実際かなり再生されておりまして、今日の予算は1万円に近づく見込みです。山を見るとまあだいぶ曇っていて過酷そうに見えますが、一応今日天気予報を確認した限りでは午前中は晴れ間が差すということになっています。だからこそこの日程に合わせて頑張ってバスで移動してきたわけです。これは昨日松本駅に着いた時に買っておいたものですが、平田駅から信濃大町駅まで通して買うと760円なんですけど、なんか切符を、ね、分けて買うとあの730円になるらしいことが、あの自分でちょっと試してみたら分かったんで、まあ、30円でも安い方がいいかなと思い、このように分けておいたのでした。中国穂高、今日は寄りませんが安曇野という有名な観光地になっておりまして、そこのわさびが有名です。これもまた昨日買ったセブンイレブンのコンビニおにぎりですけど、野沢菜わさび、野沢菜も皆さんご存知ですね、長野県野沢温泉の方の特産、そしてわさびというのは安曇野産のそこで採れたわさびを使っているわけです。辛みはそれほど強くなく、寿司屋とかで出てくるあの安いわさびとはね違って、あの結構美味しいと思いますよ。景色のいいことで知られる大糸線、残念ながら地上からの景色はよくありません。しかし山の上を見てみるとライブカメラで確認できるんですが、まあ、こんな感じでかなり晴れています。あの雲一つない青空です。まあ、それはあの上空2300メートル付近の様子なわけですが、これから特に苦労することなくそこまで登っていけてしまうのはすごいことです。松本から1時間、長野県大町市、信濃大町駅です。これから富山県方面へバスなどさまざまな乗り物を乗り継ぐことになりますが、この駅の名物はそば。おそばを食べて信濃大町駅からバスで出発。信濃大町駅と松本駅のおそばは特上タイプとノーマルタイプとありまして、特上タイプは長野県のそば粉を使っています。生そばで冷凍したものでかなり美味しいので、まあそれにするべきだと思います。今回は安曇野の葉わさび、それをトッピングすることにしました。温かいおそばで体も温まりました。これから先向かうところ、現在の気温は9度だそうです。今バスで向かっている扇沢という場所が通常の自動車で向かうことができる限界の地点です。それから先さまざま特殊な乗り物を乗り継ぐことになっています。いや素晴らしい、晴れました。天気予報をちゃんと信じてきてよかった。天気と暮らすという素晴らしい天気予報サイトを見ていきました。あとウェザーニュースね、 Google の天気あんなのはダメです。ここは扇沢駅と呼ばれるところで、もともとはトロリーバス、電気で走るバスが通っていました。今でも電気が走るバス通っているんですけど、あの今年の運行からですね、充電式のバスに変わりまして、通常の自動車となりました。3日経ったらお酢がなくなるので、そのレーズンをヨーグルトに入れてもらったりするとね、血圧高い方にはおすすめの食品と呼ばれてます。ただお客様、これだけの量お買い得ですけど、この駅から持っていくの重たいと思われる方、よかったら減らしますけど近頃の蓄電池技術の向上は大変目覚ましく、バスは停車しているこのわずかな時間の間に電池を貯めます。ここで蓄えた電気を使ってこれから先関西電力トンネル、それを抜けて黒部ダムまで向かうのです。このバスを運行している会社も関西電力、電力会社が運行する珍しい乗り物です。運賃を見てください。1540円、16分の乗車時間の間かなり高くなっています。運行にもコストがかかるし、これを作るためにもめちゃくちゃにコストがかかっていたからでしょうか。今から入るこのトンネルが関電トンネルです。建設当初は大町トンネルと呼ばれていました。
昭和30年代世紀の大事業と呼ばれた黒部ダムの建設、それにあたりもうその黒部の秘境には人が近寄ることさえ難しかったので、この扇沢からトンネルを掘ってそのまま物資を運搬できるようにとしたのです。これがなければ効率的に黒部ダムを作ることはほぼ困難だったと言っていいでしょう。そしてその先、破砕帯という場所があります。これはトンネルを掘っている時に壁から水がものすごい勢いで出てきて、トンネルは水浸しになってしまって、もうこのままでは先へ進むことができない。それを破砕帯の水を脇に流すための避難用のトンネルとかそういったものを作って、7ヶ月もかけなんとか掘り進いたそうです。さて、これより先、富山県、今後ろ立山連峰赤沢岳ですかな、その山の下を越えているところです。今の名前は違ったかもしれません。そして最後、この関電トンネルが貫通をしたそのポイントのすぐ近くにこのような信号場があります。もともとは鉄道用の左右対比場だったわけですが、鉄道とバスと大体同じような見た目をしておりまして、設備もどうも当時とそんなには変わっていないようです。今赤信号で停車中、向かい側から大量の電気バスがやってきます。これはつまりこの小さなトンネルではバスのすれ違いができないので、途中少し広がったところをバスの待避場として使っているというわけです。もしくはそういうふうなものをあらかじめ作ったのかもしれませんが、ともかくこのようなわけでずらずらずらとものすごい勢いで連なってくる大型バス、これはなかなか見事です。一番後ろのバスには関西電力のマークが掲げられていました。そしてその後ろの運転手さんから通行手形を受け取って安全を確認した後に出発、そうでないと正面衝突の危険があります。さて、こんな風に道路標識のようなものがありますが、実はこの道は今電気バスが通っていますけど、あれは排気ガスを出さないために電気バスなんですが、通常の自動車もごく一部だけ通ることが許されています。例えばこの先にある宿泊施設とか、普通に黒部ダムに用事がある車とか、そういった許可を受けた車両のみあそこのバーをくぐって先に進むそうです。ともかくバスは今富山県側黒部ダム駅に到着しました。これから皆さんに黒部ダムの涼しさを感じていただきたいと思います。ただし、うちのチャンネルではこの動画よりもより詳しくご紹介した動画がありますので、ぜひ合わせて黒部ダムをお楽しみいただければと思います。はい、これです。日本一大きなダム、黒部ダムでございます。これを作るのは相当大変でした。まずこの黒部の地にやってくるのが大変です。谷川岳の時にね、国道6号線として作った明治の道が全部廃道になりましたみたいな話しましたが、もう道なんか存在しない、こんなところに入ってきてですね、そこにダムを作れなんてのはもうめちゃくちゃな話です。なんでこんなところに作ることになったのか、当時、昭和30年代20年代ぐらいですけれど、大阪の電力がもうあまりにも足りなくなっていて、このままでは大変だ、なんとか巨大な発電所を作らなければもうそれは黒部しかないということで、関西電力が一大、じゃあこれで昭和の、大事業だと言って、ものすごいお金をかけて打ち始めたのが、黒部ダムの工事というわけでした。正式な名前は黒部川第4発電所と言います。その発電のための、施設の一環としてこの黒部ダムはあります。この放水は観光用の放水です。なんかね、2段階放水の穴があるらしくて、私もよく知らなかったんですけど、今日は当たりの方らしいですね。この下の方にももう1個放水用の穴があって、そっちから出るときと上から出すときとあるそうです。その展望台の端っこにひっそりと置かれている黒部ダム構築用コンクリートバケットと書いてありますが、これはこのダムの影の主役であります。この黒部ダムのコンクリートの壁を作るために、これを使ってこの高い谷の上からクレーンでもって操縦し、そして大量のコンクリートを下に下ろしていました。ここにも書いてありますが、合計で17万8000回これを下に下ろし、一番多い時は1日に960回もこれで下にコンクリートを運んだというわけです。これはものすごい、とんでもない高頻度でして、ここから2分ぐらいで下まで下ろして、そしてまた次のものを持ってくるということをしました。ものすごい勢いで作らなければいけなかったからですが、そのためにものすごい勢いで上からコンクリートの山が降ってくるので、作業員たちも相当苦労したようです。ともかくこの世紀の大事業黒四ダム、現在では黒部ダムと呼ばれるのが普通だそうですが、何度来ても素晴らしいところですので、ぜひ視聴者の皆さんも1回は来てみてください。だから今回この動画のために、動画というか動画のこの工程の中で1万円を使うというのは相当な、一念発起だったわけですけれど、来てよかったと、やっぱり視聴者の皆さんもこの映像を見ながら思われるんじゃないでしょうか。そう思っていただければ何より幸いです。すごいですよね。向こうとこっちの間に張り巡らせたそのワイヤーからこの真下までガーッとコンクリートを下ろして、そしてまたそれを上に戻ってきて、また次のコンクリートを運び始める、それまでの時間わずか2分、ものすごい勢いで下に運ばれるそのコンクリート、それを猛烈な勢いで頑丈なダムに仕立て上げたそうです。170何人だかの殉職者が工事の時にも出たといいます。
この言葉も何回紹介したかなって感じですけど、黒部に怪我はないというふうに言いまして、それは黒部が安全ですよということではなく、何かあった時はもう一発で怪我では済まず死んでしまいますよ、そういう意味だそうです。実際この黒部ダムからは日田歩道、水平歩道という黒部ダムをここに建設することによって、じゃあ代わりにここ国立公園なんでこんなもの作るんだったら、その代わり登山客用の配慮をしてくださいね、それだったらここにダム作ってもいいですよと、国からですね、許可がおりまして、その関係で今でも毎年何千万円もかけて整備されている、とんでもない落ちたら死ぬような、超危険な登山道があります。それもこの黒部ダムのすぐ近くから出ているようです。ここにあった黒部川はせき止められて、黒部湖、人造の湖になりました。湖がちょっと少ないようですね。これあそこに木が乗っかっちゃってる。黒部ダムからはこのまま富山駅方向、立山駅方面へ抜けるわけですが、実は他にもですね、欅平、宇奈月温泉、そっち方面へ抜ける道もありまして、ここからトロッコみたいな工事用のインクラインっていうんですけど、ゴトゴトゴトとこう引っ張られていく工事用みたいな車両に乗っかっていって、それから、上部軌道とか言うんですが、すごいですね、40度とか50度とか、岩盤の厚さがあるような、危険なところを通り、そしてまたさらに地下深くのトンネルで発電所の下を通り抜けて、そして黒部峡谷鉄道というまた命の保証はしませんみたいなことを言いながら昔はお客さんを乗せていた鉄道を通って宇奈月温泉に抜けるという道もあります。そっちの方がこの黒部ダムのですね主要なルートでして、黒部ダムを建設したり現在の維持の工事をしたりということにはそちらのルートが使われています。一方私たちが通るのはこのケーブルカー。これからは黒部ダム関連の、産業遺産的なところを離れ、急に今度は高原の様子を呈します。立山高原、山の上までは登りませんが室堂平を目指します。大井沢から電気バスに乗って今着いた黒部ダム、そして黒部湖の脇を通って、ここから黒部平にケーブルカーで登ります。標高差400メートル、ケーブルカーの所要時間はわずか5分です。そして着いた黒部平から大観峰までまたロープウェイで標高差500メートル、さらにそこから先トロリーバスで、さらに100メートル上り、ここから1000メートル上にある室堂まで上がります。お客さんはかなり多く満員電車になります。団体さんの列が優先されますので、残念ながらまあ座ることはできないでしょう。傾斜の角度は30度。この黒部ケーブルカーの開通は1965年、黒部ダムの完成から2年後のことでした。この辺り一帯を観光ルートとして開発しよう、そのプロジェクトにのっとってこのケーブルカーは開通されたのです。もともとアルペンルートはすべて自動車で通り抜けることができるようにといろいろ考えられていたようですが、それではちょっと環境が悪くなりすぎる、さまざまな検討の結果すべて公共交通機関で行かなければならないことになりました。ケーブルカーもそのために誕生したものといえます。ちなみに自動車で来る人は大井沢でみんな降りて、1万円だから2万3万ぐらいするのかな、自動車の改装サービスというものを使って富山側に海を経由して自動車を改装してもらうことができるんだそうです。わずか5、6分で、黒部平に到着。次に乗り換えますのはロープウェイです。幸いなことに団体さんはここでちょっと休憩し、次のロープウェイに乗ってくるようです。これは助かります。団体さんは嫌な存在ではないんですけれど、やはり人数が多く混雑になりますので、一緒に当たってしまうと運が悪いと思わざるを得ません。もっとも私自身団体旅行の一員としてこれまで旅行したこと数多くあるのですが、立山ロープウェイに乗ればわずか7分で次の大観峰まで行けます。真下に見えるのが黒部湖、黒部ダムにせき止められた湖です。湖上に浮かんでおりますあちらは黒部湖遊覧船ガルペというもの。真下に沢が見えます。この沢のあたりは木が生えていません。これに沿って昔はロープウェイのない時代登山者が登っていたようですけれど、一番上まで5時間かかったんだそうです。それが現在では7分、何よりありがたいことです。このロープウェイは非常に珍しい、途中に支柱の一切ないロープウェイです。これなんかいいですよね、この絵。このようなロープウェイでは日本で一番大きいそうです。黒部川第4発電所、その発電所施設も一部このように見下ろすことができます。人も大勢来ています。真下には万年雪、今着きました大観峰駅です。まもなく大観峰駅。大観峰駅からはトロリーバスに乗り換えます。これは全国で最後のトロリーバスです。まだロシアとかには結構あるんですけれど、これは鉄道です。無機乗電車と言います。電車の免許で運転する。そんな感じです。無機乗電車運転免許というものを持つんですけどね。お客さんはまあまあ空いていました。さっきまでに比べればゆとりがあります。
見てわかるでしょうか。上から電線を巡らしていて、その下を走るのです。通るルートがこのようにガチガチに決まっているものは大体鉄道扱いになるというルールを覚えておけば、これが鉄道なのか何なのか、まあ割と判断しやすいでしょう。さっきのロープウェイやケーブルカーももちろん鉄道の仲間となっています。ちなみに立山黒部アルペンルートを乗ってますと、このように自動の放送で観光案内をかなり豊富にしてくれます。ですからそれに耳を傾けていれば 5,6 分の乗車時間の乗り物が続きますので、飽きることはあまりありません。この運賃は非常に高く、今書いてないんですけど、確かね2100円とかそんぐらいだったと思うんですよね。信じられないほど高いですが、環境保護のためと、それからやはりこれを作るにもお金がかかったからということです。このロープウェイ、失礼、このトロリーバスは観光のため黒部ダムが開業した後に作られたそうです。途中ではさっきの電気バスと同じようにこのように行き違い、日本で最後の無機乗電車、この立山に来なければ乗ることができません。なんとも贅沢ですが、しかし面白い乗り物です。乗っているとね、普通の電車と同じような音がするし、普通の電車と同じような、走り方もするんですよ。車両の検査なども普通の電車と同じ、まあ、この辺はまたトロリーバスの動画出してますんで、ぜひ見てください。室堂に到着です。来ました。ここが立山室堂高原です。しかし残念ながら日はめちゃくちゃ差していて眩しいんですけども、この辺り雲が出てきてしまって、池の方面などよく見えるかどうかかなり不安なところです。まあ、皆さんにはね映像でもって、あの過去の映像ありますから交えながらお話しますが、室堂という名前はここに山小屋があるところみたいな、なんかそういうね名前の由来だそうです。晴れていればもっと綺麗ですが、でもこの曇りにしては思いのほか綺麗です。標高は2400メートル、夏でも雪が残っていて、ところどころに白いものが見られます。鳥が多く、ツバメ、ウグイス、それからライチョウなどおりますが、声は聞こえるんですけども、大体隠れてしまっています。個人的に室堂平で一番景色のいいのはこの辺り、地獄谷だと思います。現在ではその辺り近くまで立ち入ることはできませんが、上から見下ろすことはできます。あそこにもともと人が通っていたであろう道が見られますけれど、これは噴火活動とかそういったものではなくて、火山ガスがあまりにも多く噴出することから、もう危険だということで近寄れなくなったのです。具体的なその中身は主に硫化水素、吸い込むと簡単に血液に溶け込んで酸素を奪ってしまいます。その毒ガスは時にこういった淀みに吹き込んで、知らずにくぼんだところに立ち入ると、もうたちまち高濃度の硫化水素を吸い込み、そしてそのまま意識を失って窒息死という例があまりにも多いそうです。だからもうこういったところは危険だから、注意喚起がこのように危険そうな色でたくさんなされているし、この前方には今ちょうどですねこの向きになってるわけですけれど、この向きで風が吹いてきたら危ないですから気をつけてといった、なんかこう報知器みたいなものもまたなされています。本日やはり曇っておりますので、正直言って微妙なところですけど、でもこうデコボコに沿って人が連なる姿、地獄谷から湧き上がってくる煙、奥にはね壁のように雪をまだ残す立山の小山というんですが、手法ですけれど、それが広がっていてなかなか素晴らしい景色ですが、やはり曇っています。晴れている時の写真皆さんにご覧に入れていると思うんですが、晴れている時に来ると本当に素晴らしい景色、本日もですねちょうど今雨が降り始めまして、やはり、最高の状態とはいかなかったようですが、ぜひ皆さんも天気をよく確認した上で訪れることを強くお勧めします。お近くのおばさん方がですね、ライチョウを見ましたって、おおと思って探したらいたので、今それで人がたくさん集ってるんですが、初めて私も見ましたけれど、オスのライチョウくんがおります。まだ子供のヒナもおりまして、餌などを食べているところ、オスだと思ってみたらメスでしたが、オスはね子育ての時期になると育児放棄をして自由気ままに独身貴族に舞い戻るんだそうです。冬になるとまた色が変わって真っ白な姿になるとか、富山県の鳥としても親しまれ
JR でも特急サンダーバード、まあ、ライチョウはあのサンダーバードっていう英語ではないんですけど、そういうのが走り回っています。富山県を象徴する存在だと言い切っていいものだと思います。お天気はもうこんな感じで散々ですけど、この時期に珍しいライチョウを見られたんだったら十分ここまで来た価値はあります。そしてまたアルペンルートはこれら独特の交通を乗り継いでいくっていうのもまたその面白みの一つだと私は思っています。これから先の乗り物はまあ普通のバスです。でもね、日本一景色のいい路線バスだと思いますよ。立山高原バス。この室堂駅では蕎麦を焼き野沢菜を入っているものを買いました。これはね300円だったんですが、山を降りた立山駅では250円で売ってまして、同じ商品ですけどね。あ、これ確かに標高を降りるとその分だけ値段も下がるような、なんかね当たり前のことですけど面白かったです。さて、この景色のいいバスですが、残念ながら何も見えません。このような天気、モニターに虚しく剣岳が映されています。というわけで前に行った時に快晴の剣岳撮りましたんで、ぜひ皆さんこれ見てください。晴れていればこんなに素晴らしい景色を見ることができます。今日はこの通り何も見えません。まもなく到着する三田ヶ原、途中下車をすることもでき、途中下車が本当に楽しいところです。前に母と一緒に行った時に撮りました。2014年の秋、紅葉のベストシーズンでした。こんな綺麗なんですよ。これバスの車窓から撮った写真、あの辺にライチョウもいました。これはまた別の日にですね、去年の秋ぐらいに撮りに行った時ですが、遠く彼方、一番遠く石川県の白山まで見通すことができたのです。しかし今日はこのような滝、落差日本一の照明だけも全く見えませんでした。というわけで前に行った時の照明の滝写真ですけど、理科の教科書などに出てきたことで若い方なんか特にご存知なんじゃないかと思います。この辺り最終的に美女平という森林地帯を走るんですが、そこもですねなかなかあのいい森林浴の場所なんで、途中下車してもまた楽しいところだと思います。今日はするべきではないですけど。そして到着した美女平駅、ちょっとバスを頑張って映したんですけど、すごい古いバスと新しいバスなんですが、古いバスもねハイブリッド車なんですよ。すごい多分初期のハイブリッド車両なんじゃないかなと思いますけど、ここからはまた立山ケーブルカーに乗ります。このケーブルカーはまた混んでいます。さっきのバスはね、あの全員ちゃんと座れるようにしてくれるからいいんですけど、これはちょっときついですね。ケーブルカーというのはあの半分エレベーターみたいなもんでして、本当にケーブルで吊り下げたり引っ張り上げたりしながら通ります。まあ、車輪のついてる斜めなエレベーターと思えばいいかな。今アルペンルートの特殊な乗り物を全て乗り終わりました。到着した立山駅、ここから先は富山地方鉄道、富山県の普通の私鉄線に乗っていくことになります。しかしなんとたまたま間が悪く1時間も待つことになりました。一番間の悪い時間に来てしまいました。山の上で購入した140円のチョコレート、疲れた時にはこういったものを食べると体力が回復するというのは私も知っています。山にはありがたいアイテムです。そして1時間待ちました特急電車立山号。特急電車にはあまり見えませんが、しかし料金もそんなに高いわけではなく、通常の金額プラス200円で乗ることができます。およそ特急とは思えないようなゆっくりとしたスピードで走りますが、まあ、それでも普通列車よりは駅を飛ばしてくれますので早く着きます。なんだかんだ便利で助かる存在です。見た目は特急っぽくないけれど、お金も取らないのでそんなに不満はないどころか、むしろありがたい存在です。富山地方鉄道は鉄道ファンが非常に多いということでも知られています。着きました富山駅。これから先またさらに金沢まで足を進めることになりました。富山まで来ましたが、これからさらに金沢まで移動します。ちょっとまだね早すぎます。松本から10時間かけて来ましたけど、今からネットカフェに行くと利用の料金がかさんでしまいます。だから今のうちに金沢へ移動。金沢まで北陸新幹線ができたことによって北陸本線はなくなり、 JR ではなくなりました。運賃も高くなりました。金沢までは高速バスでまた移動します。930円。その前に富山名物を一つ食べてから行きましょう。お腹は減ってるわけですけど、食費はあまり使いたくなくて、なるべくいかにしてお腹をいっぱいにするかということを考えなければいけないんですが、そんな時富山の、ね、労働者たちが、戦争が終わった後ぐらいに食べ始めたとされるラーメンがあります。Thank you.
で、あのラーメン屋なんですけどね、お客さんもいっぱい来てたんですが、ここ富山駅だから外から来るお客さんが多いわけですよね。で、あのブラックラーメンというものがどういうのかよく分かんなくて適当に頼む人が多分多いんだと思いますけど、あのね、ライス頼まないで食べてる人がいっぱいいたんですよ。8人ぐらいいましたけど、私以外の7人はもう全員ライス頼んでないみたいな状態でしょ。それで富山ラーメン、ブラックラーメン食べたら死ぬぞーと、もう普通に食べても口がシュワシュワになるぐらいの、あのしょっぱいラーメンですからね。あのご飯のおかず、漬物ですよ、もう漬物をそのまんま、あのこう食べてるような感覚だと思うんですよね。だから、あのみんななんか美味しいとか言って、あの食べながら写真とか撮ってましたけど、本当に美味しいのかな漬物だから。漬物っていうのはご飯をこういかに引き立たせるかみたいなところにあって、ブラックラーメン食べるとね、とにかくご飯が美味しく感じるんで、私もあのいいと思うんですけど、あのご飯なしで食べるのではない。で、私が店を去る直前に、アルペンルート降りてきた人たちだと思うんですけどね、登山客みたいな人が大きな荷物を下ろしてですね、定番の頼み方をしようと言って、一番大きいサイズ、ライスの台はありませんので、ライスの中と、それから、ブラックラーメンの一番小さいやつでいいんだと言って並を注文してたんですが、あのね、それがやっぱり、まあ、私も同じ頼み方をしてるわけですけど、正しいんですよね。ラーメンをご飯のおかずにして食べる、美味しくね、パクパクみんなで食べてました。それやらないで本当におかずだけで食べてる人は相当苦しい思いをしながら、美味しい美味しい、とりあえず名物食べたから美味しいと思わなきゃと思ってやってるんじゃないのかなというような気がします。まあ、実際がどうなのかは知りませんが、皆さんも観光地に行く前にね、そこの土地の名物とかね、観光地のことちょっと調べていくと、楽しみ方がちゃんと分かったりとかして、いい思いをして帰ることができますので、やっぱりね、一回 Google で検索してどういうものなのか、歴史、その背景ぐらいは知っといた方がいいですよ。北陸の二大都市、富山金沢間、速さを重視する人は新幹線で2800円、23分で着きます。コストを重視する人は鉄道愛の風と、富山鉄道と、IR 石川鉄道というのもあるんですけれども、それよりもこの高速バスの方が安くて快適便利です。金沢までの所要時間は1時間、そして、運賃は930円となっています。兼六園など金沢の中心部まで運んでくれます。普段は鉄道 YouTuber として鉄道ばっかりに特化していますが、高速バスの利便性もよく分かっているつもりです。富山、金沢ともにそうなんですが、町の中心部が駅から随分離れていますので、バスはちょっと離れたところからお客さんを多く拾い始める傾向にあるようです。今日の動画を編集していたら、あっという間に金沢に着きました。リクライニングシートで快適です。これがこの辺りを走っているローカル普通列車に乗りますと、もう他のお客さんとぎゅうぎゅう詰めになりながらの移動、大変きついものになります。しかもそのきつい移動よりも高速バスの楽々移動の方が安いというわけで、まさに富山金沢間の移動では、知らないではない、まあ、必ず知っておくべき重要な高速バスです。まあ、これはまた別のバスですけどね、今映しました、これが金沢駅の名物鼓門という建物。これいつも言ってることなんですけどね、これいつ工事終わるのかなと思ったら、これで完成なんだそうです。まあ、手前のこの木のやつはどう見ても完成していますが、奥のこれもデザインの一環というわけです。この辺りでよくいろんなイベントが行われていて、特に今人がちょうど来てたようですけど、吹奏楽部の人の発表会とかね、そういうのに使われることが多いです。ここにこの時計がありますけれど、これは面白いんですよ。ウェルカムとかね、あ、そう、ちょうど、あ、ハローかな、これはね、ウェルカムですね、そうですね、とかこんな風に、噴水の出る水の位置を変えてお客さんをもてなしたり時刻を表したりする面白い機能が備わっています。これもまた金沢駅の名物、見るとね、こういう風に結構この水の出てくるところが限定されていまして、実はそんなにたくさんいろいろな文字を自由自在に出せるわけではないのだということが分かります。ただ今は金沢と表示中。
新幹線開業と同時に生まれたこの異色の空間を皆さんにお知らせするために、本当であればさっきのバスで金沢市中心部へ行ってしまってもよかったんですが、あえて金沢の駅前で降りました。これももはや一つの観光地になっています。それから金沢駅前のイオン、これもまた重要なもの。ここで後で安くなったお惣菜を買いでもておくのです。私どものような貧乏旅行をする人間にとって金沢は実はちょっとした鬼門でした。まず駅周辺に安いネットカフェがありません。金沢はね、北陸新幹線ができた後宿泊の需要が増加しまくって、ホテルがどんどん増えて、最近など特に増えたから値下がりもちょっとね時期によってはしてるんですけど、それからね、ゲストハウスって言うんですが、人ん家に相部屋で泊まるみたいな感じですけどね、ユースホステル的な、宿も割と、なぜか知らないんですが金沢は多くてですね、安く泊まることは難しくないんですが、ただそれでも2000円台後半とかの値段が主になるんですよね。しかもゲストハウス文化が根付きまくっていて、結構予約が必要だったりとかすることもあります。駅から1時間は歩かないとこの辺りネットカフェはないという難しい場所だった金沢ですが、なんとつい最近、ありがたいことにですね、本当にありがたいことに金沢にも待望のネットカフェがオープンしました。これいつからできたのかな、鍵付き防音完全個室などもあるし、またシャワー無料、タオル使い放題、割と多分高級な部類に入ると思うんですけどね、快活クラブのこういった部屋に泊まることができます。またシャワー無料ということは、つまりシャワーを浴びるために使うということもできるわけです。最初の30分で344円ですから、これはですね、そのまま使って30分以内にここを出れば344円でシャワーを浴びることができてしまう。これは本当に知っておいた方がいい場所ですよ。貧乏旅行に関わらずシャワーを浴びたいという場合だって結構あるでしょう。今入るとちょっとまだ早すぎますね。午前3時にはチェックアウトしないといけないということになってしまいますので、もうちょっと時間を潰してからの方がいいでしょうか。前方にね、人の集団がいるんですけど、みんな携帯電話をこうチラチラ見ながら顔を見合わせてですね、私の顔と携帯電話をこう往復しておりますが、大体そういう人たちで視聴者の人なんですよね。私もですね、そこら中に監視カメラが設置されているような気分で最近では生活しているという状態です。そういう風に見ている人で話しかけてくる人ってのは実際にはほとんどいないんですよ。しばらくの間はここで時間を潰すことにします。動画の編集、アップロードなど Wi-Fi の環境が整っています。さて閉店時間までいまして、今夜の11時、この動画の出発点バスタ新宿に向かう夜行バスの姿も見えます。ブラックラーメンが持ち前の腹持ちの良さを見事に発揮してくれまして、結局ね、夜はスターバックス のシナモンロールみたいなの食べたんですが、それでもうお腹は十分満たされちゃいました。いや助かります。本来ブラックラーメンってこち亀のコロッケ潰してソースかけるみたいなやつ、詳しく調べてもらいたいんですけど、あれみたいなもんでそんな高級な食べ物ではないと思うんですけどね。レイク、アコム、あともう一個なんかね、消費者金融入ってたな、このビルは。あ、プロミスだ。多重債務でお互いに貸したり借りたりで、ぐるぐる回すということをやりやすいようになってます。で、今シャワーも浴びてですね、洗濯も済ませたところなんですが、これが最近話題の快活クラブの完全防音個室というやつです。ネットカフェというのは通常ね、かなりな仕切りだけあってもう周りと繋がってるんですけど、一応このようなちゃんとした部屋になっててですね、さらに、防音、防音つってもものすごい綺麗、うわーとか言うと多分聞こえると思うんですけど、ちょっとぐらい、このぐらいの声であれば全然周りに聞こえないようなかなり優れた個室なんです。これは本当助かりますよ。別に防音でなくても寝られればいいっちゃそうなんですけど、いびきとかが聞こえてこないというので、ちょっとネットカフェの中で高級な部屋に入るのかなと思います。しかし、シャワーが無料であり、また、ここにこう選択肢あるの、これは無料のシャワーで洗って、そしてタオル使い放題ということなので、これですね、これが、タオルどこか入ったな、これ使い放題なんですけど、だからタオル3枚ぐらいですね、バスタオル使ってこう水気をぐる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 やって取って、干したら明日までに乾くと思うんですが、もし乾かなくても、100円で30分乾燥機を回すことができるし、またさらにはドライヤーもあるので、なんならドライヤーでガーッてれば全部乾いちゃうんじゃないかなっていうような気もするんですが、洗濯はシャワーを使えばねできちゃいますから、シャワー代含まれてるってことを考えれば相当安いと思うんですよね。その代わり、なんでか知らないですけど、警察の指導で、なんか法律の関係だと思うんですが、この中に、ネットカフェなのでね、ドリンクバーもちろんタダなんですけど、ドリンクバー持ってきて飲んじゃいけないんですが、外で飲まなきゃいけない。ちょっと不思議なんですが、一応そういうことになっております。じゃあ、お待たせしました。本当は今日のね、10時に皆さんにお知らせするはずだったんですが、山の上でちょっとそういうタイミングがなかったので、今に伸び伸びになりましたが、10時に撮ったスクリーンショット、ちょっと過ぎちゃいましたけどね、10時2分のスクリーンショットがこれです。
昨日出した動画、これですが、いつも使ってリュックサックの中身を公開します。74000再生というわけで、7400プラス2000、9400円を予算として本日は活動しました。またこれは昨日ですが、昨日は8300円ということで予算でやっていました。これ見てほしいんですけどね、快活クラブの松本平田店、9時間で、ある程度の金額だったんですが、それはこう、1500円ぐらいだったのね、快活クラブのアプリを携帯電話に入れたら300円引きのクーポンもらえたんですよ。それで、ちょっと安くなって1256円で利用することができました。で、これはアプリを登録した、会員に対してね、新規に発行されるものなんですけど、これつまりね、新規会員登録、今無料なんですよ。だから、別に会員登録二重三重にやっちゃいけないって決まりないんで、もう一回ここで新しく会員登録して、で、もう一回新しくアプリ入れ直してアンインストールしてまた別の会員としてアプリ入れてってやれば永遠にこの300円引きのクーポンもらえるんじゃないのかなと思うんですけど、まあちょっとそれはね、なんか法律に引っかかるかもしれない。まあとりあえずやっていません。というわけで昨日はこういうことですね。あんまりお金使うことはなかったので2119円のプラスを出しました。そしてこれが本日、これはすごいですよ。使っているお金もずらずらずらオンパレードです。まだネットカフェの金額は出していませんが、富山に着いた時点で、4640円の赤字ということになっています。でもそれだけで済んでね、大したもんですね。さらに、富山金沢のバス930円、さっきのスターバックスとこのネットカフェ代がかかります。東京から金沢まで日本海側へ戻ってくるにあたり、ただ普通に戻ってくるんじゃ面白くないと思ってですね、長野、富山の国境、県境を抜けて、立山黒部アルペンルートを通ってきましたが、いかがでしたでしょうか。それに関してですね、1万何千円も使うということをしましたが、しかし、工場のおかげで、ちゃんとね、今後も無駄遣いをしなければ、普通に継続できるつもりです。ちなみにちょっとお腹減ってしまってですね、やっぱりブラックラーメン食べた後、さすがにシナモンロールだけではね、さっきは言いましたけどちょっと長いってきたなと思ったら、カバンから朝かでまで食べてないおにぎりを見つけ出して、いや、よかった、助かります。これでもう大丈夫。あとは飲み物をですね、明日朝出発する時も飲んでいって、なるべく節約に努めたいと思います。で、ちょっと皆さんにここで最後お話をしておかなければいけないんですが、私ちょっと明日の、午後からですね、明後日の午前中いっぱいぐらいちょっと仕事のために、一回ちょっとこの旅を中断しなければいけなさそうです。で、こういうことがあと2回あります。申し訳ないですけど2回あります。で、もしかしたらもっとそういうの増えるかもしれませんが、基本的にはそれ以上は増やさない見込みです。やっぱ中断ってちょっとね、私自身あんまり楽しくないんでね、そういうことやっても。でもちょっとしょうがない。で、明日に関しては今晩出した動画、さっき出したのはですね、ちょうど再生数が減ってるみたいな動画なんですけど、その長野周辺の動画が、再生されたその数字、明日の10時の時点でその予算を見て、明日の、午前中の、分と、それから、明後日の午後の分と、それぞれの予算を、2日分の予算を、明日の、朝の10時の再生数、1本分の再生で、ちょっと賄いたいと思います。それはなぜかというと、明日のね、1日分を、明日午後休みにするっていうのを、それを今日の分の動画だけでやってしまうと、朝ごはんとか、食べて、それからちょっと午前中観光しただけで宿泊費とかはどうなんのってことになっちゃうんで、ちょっとね、それはルール上、あまりクリアじゃないなと思ったから、ちょうど明日の午前中、明後日の午後いっぱいと、午前午後になってるんで、じゃあくっつけちゃえばいいんじゃないかということだったわけです。ちょっと説明がね、くだくだ、うどうど、長くなりましたけども、こんな感じですからね。2日分を一遍にしまして、明日もまた明日の午前中と明後日の午後を一本にした動画が投稿されるということになりますので、お楽しみによろしくお願いいたします。じゃあこんなところですね。どうもありがとうございました。